なるほど。でこれ今までやってることです。でちょっとやってますね、プリントで。おー、あのアーティストの画家さんとか、なるほど、コラボで。あそこは 3D スキャンの場所ですね。で、そう、それがメインです。これ世界です。これをぜひ、これ同じことやってるんですよね、これと、それをプロジェクションマッピングで連動してる。あ、なるほど。これすごいでしょ。確かに確かに。これワイヤレスで、これを柄を変える。変わらないんです。なるほど。で、こういう柄がいいっていうのです。で、これで全体拡大して、ああすごい。回転する、これすごくないですか。そうすごい。これこんな柄がいいっていうのが、奥さんすごい綺麗。ここで発注とかできちゃうんですか。できるように、できるやる気になってば。なるほど。今こんなことできましたよっていう。でプロジェクションマッピングで当てて終わる話で、映像流さなしなんですよ普通は。でもこういうインテリアでこうリアルタイムでねできる。面白い。もう実用的でしょ。そうですね。だからこれを例えば今回イケアさんでやってるので、イケアさんの売り場で、こういったのができたらもっとこうイメージが分かるわけじゃないですか。遊び感覚で子供同士でもこんなんがいいとかあんなんがいいとかこんな柄がいいとか、回転もできてますね。そうです、そうです。っていうことをやってます。これ多分世界だ。あちらのミシンが一緒です。それ安いですよ。いや、だから一番安いですよね。